今日はこの本に載っていて、かつリクエストもいただきましたギオン小唄を弾きます。で、この本にはこの五線譜と曲の成り立ちのことがいろいろ書いてまして、で、これ見ているうちに、あ、月はおぼろに東山っていうのだなと分かり、まあ、お三味線で弾くのにぴったりだし、弾いてみたいと思ってまして、そして改めて歌詞を読むと本当に綺麗な歌詞だなと。まあ私が知ってるのはこの出だしと、祇園恋詩はダラリーの帯よっていうとこでしたけども、読むと白い襟足ぼんぼりにとかね、燃えて妙薬大文字、泣くよ今夜も読むすわらとか、まあ色気もあるし、こう雰囲気ね、祇園の雰囲気もあると。で、というのがこの歌詞を書いた永田幹彦という人が、谷崎潤一郎とね、一緒に住んで、祇園に入り浸る生活をしていたっていうことなんですね。ですから、祇園の風俗や舞妓との交流を描いた、祇園物とかね、上和物と言われる作品を数多く書いてると。そしてその後、この祇園山という祇園の PR 映画の企画があって、その中で、主題歌を作るという時に、この永田さんが依頼されまして、もう3時間で書き上げたということです。はい。もうよく知ってる世界だったわけですね。で、まあ大ヒットしまして、昭和36年には京都丸山公園の池のほとりに、このね、獅子がね、立ったっていうことですね。はい。多分それは私も目にしたことがあると思いますね。今度また行けたらじっくり見ていきたいと思います。で、この祇園小唄は、このお三味線文化譜の思い出の流行歌集の第1週に載ってるんですね。これ第2週ですけど、1週が欲しかったんですけど、もうそれは絶版なんですね。で、これはね、16週まであって、結構知ってる昭和の歌謡曲もあって、まあ、三味線でね、そういう歌謡曲を弾きたいっていう需要がまだあった時代だと思うんですけども、で、楽譜は、もう売ってないので、国会図書館でね、あるというのが調べて分かりましたので、それをコピーしてきました。はい、ということで、今日はこれを元に弾きます。祇園小唄。まあ、小唄ということなので、中棹のね、小唄用の三味線で弾きます。こっちの方がちょっと音が低くて、ここの棹も太くて、かつこの一の糸の触りっていうビュービュービュービュっていうのを調整できまして、これから。はい。これぐらいにします。はい、6本の煮上がりです。舞妓さんの子、だらりの帯。
素敵ですよね。以上です。